今日はカムちゃんにパラパラカラーをやってもらいます。実験台です。リボちゃんみたいな。ピーちゃんは寝起きのすっぴんだからもっとひどい。呼ばれてきました。じゃ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 ーん。はい、よろしくお願いします、はい、ちなみにピーちゃんはいつも白髪染めしてます。今日は白髪染めじゃない、白髪染めではない、ちょっとだけ色を入れたいっていうか、部分部分メッシュ、メッシュ古い、古いよね、古い、メッシュは古い。今なんて言うの。パラパラカラーです。パラパラカラー、ああパラパラってまだらにパラパラということですね。これまだ白髪染めして1週間ぐらいだから大丈夫、全然。カムちゃんは鼻が、ね、過敏症、うん、なのでタイガーマスクのマスクをしてやってくれます、うん、ピーちゃんもそろそろ花粉症がひどい、もう臭み鼻にたまらなくなってきた、うんうん、お、すごい、いや、一応買ったんだけど、何それはどういう、いや、なんかそれこそ化学物質過敏症とかに、何それ、うん、いや、これも、うん、そういうマスクだけど、活性炭入りのやつだけど、うん、その中にこれ仕込んだり、あとなんかそれ何、何クッションみたいな、なんか、うん、洗ってきたやつ、うんうんうん、喋ってるとずれてくるから、うん、マスクだからね、所詮。あれいいの、あの毒ガス、この飛び出てるこんなあの あ, れもいい、あれでもあるんだよ 3M のでしょ。でもあんなのじゃ仕事できない。とりあえず今日はこれ、あの本当にピーネットマスクなのかな、鼻つっぺもすると思う。鼻声だけど鼻つっぺ、はい、鼻声は鼻つっぺのせいです。ある美容師さんから DM もらったんだけどね、うんうん、私と同じような人、うん、その人はどうやってのしたら、カラーはカラーね、うん、できない、アルカリのカラーをやめて、うん、フナをやってるみたいなんですけど、うん、なんかその今入れたプレイカラーでしょ、うんうん、それをどうですか、うん、やっぱあれで教えてくれたの、そっち、いや、うん、いや俺教えてない、自分もやりたいけど、うんうんうん、その、うん、怖いから、うんうん、その化学物質の話をね、ハマザイもちょっときついのでやめたので、それで、もう取ってしまう。それで、うん、なんかね、なんかお悩み、私と変わらないから、実際こんなもんですよね。それで、はい、そういうのもあって、いろいろやってみたいな、うんうん、ごめんなさい。どうしましょう。パラパラカラーお願いします。はい、お願いします。前髪長いですね。長いですね。 OK、 よくあるかっこいいやな。 OK 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 なるほどですね。よく言って。じゃあ今日は OK でお願いします。とりあえず白髪染めをしてるから、うん、ちょっと、うん、どんな感じかなって、はい、アッシュを、でこれ射程だよね。そうね、大丈夫、うん、どうなって、日高染めの上からアッシュ系、本当は私はブリーチしたい、さっきのブリーチちょっと私的に今、うんからね、うん、ブリーチをねすればもっと綺麗に入る、うん、けど本当にあの素晴らしいぐらいに素晴らしい、うん、うっすーだ。これだけ、これだけ、銀紙、アルミホイル、でも銀紙、銀紙、ね、あの白髪染めされてるから、うん、結局ファッションカラー乗せるんだけど、うん、そこがちょっと白髪染めの上からファッションカラーをのせます。だからきっと抜けが悪いと思う。もう色素入っちゃってるから、うんうん、もともとのね、うん、白髪染めの色素が入ってるから、うん、どうなることやら、そうそうそう、まあちょっと試してみたいなっていう、うん、そう、お試しで実験、実験、うん、
うまくいけばメニューか。いや、これだったらそのね、うん、なんていうの、時間がかからないし、うんうん、お客さんの負担にもならないなって思ったの、うんうん、結構こういうの枚数か、うん、スライスっていうイメージあるけど、うんうん、そうじゃないんだよな。時間短縮、時間短縮なのか。いや、本当はもっと本当にブリーチだったら、うん、そうだよね、うん、抜いて時間かかるけどね、あともうちょっとこう、うん、明るい認知力のある、うん、部屋からの抑え止めだったら、うんうん、あれだけど、折っちゃうんだ。折っちゃっても大丈夫ですよ、うん、これがブリーチだったらちょっと怖いなっていうことで、うん、ブリーチではありません。本当にこれちょっと見ていってるよね、うん、楽で時間で簡単で、こんなことするの、うん、匂いもなぜ匂いが、いいだろう、パラスッケしてます、うん、匂いもこれ、うん、これだってしてても全然匂いしないよ。髪の毛って、まあ、全部同じものじゃないし、うん、感覚も一緒じゃないから、うん、自動的にある程度このパラにだよね、うん、パラスッケすると、うん、いうことはそういうことで、うん、メシューっていうかボテッボテッてスライスして1センチとかにしちゃうとこうじゃなくなるから、うん、ドボって入るよね、うん、入ってますみたいな。これは3ミリから5ミリ、うん、薄く取って薄く取ってるから、それで置いたとか研いだ時に洗った後に全体に放射線状になる、うんうんうん、そうで髪の毛って、うんうん、パラーってね、これがどうなるかな、兜みたいだな、私の。おめでとうございます。おめでとうございます。カモンちょっと、うん、ブリーチじゃないかな、うん、ブリーチのカモンは危ないけど、うん、これは普通に、うんうん、はい、おかまに入れてくれるの、また入れなくてもいい、うん、どうしても昔流でしょ、うん、おかまに昔流に入れますか、はい、おかまに入らせていただきます。銀紙だから、銀紙だから、熱の伝導も早いと思うんだけど、このままちょっと、はい、うっすらね、はい、高温じゃなく、はい、やってみようと思います。低温熟成させていただきます。15分ぐらい置きましたね。はい、はい、我慢できるかな、できます。暑かったら言ってくださいね。はい、ちょっとでも色味の変化があればいいなと思って、はい、はい、はい、15分お釜に入ってます。シャンプーしていきます。これは大きいだけだよ、イオンウォッチ、イオンウォッチクリスネス、洗い流さない、はい、洗い流さないとでいいと思います。昔からある、それこそ、うん、そうなの、何十年前からあるよ、うん、私が若い頃から、うん、30年以上前から、ね、でってことはすごいいい商品なんじゃない？そう残ってる、うん、だって匂いも優しい、うん、甘い匂いする、うん、じゃあ乾かしていきます。はい、絹ヌードね、絹ヌード、うん、絹ヌード、全く美容業界の話は分かりません。音量がすごい、うん、音が違うね、そう、音量すごい、うんうん、そんな細いのにね、オッケー、オッケーです。了解です、了解です。このクレンズね、勝手にね、なんだっけ、毛根が下がってきたんですよ。ここの年とともに、年とともに毛根が下がってきた、だからうねりが発生する。
やだわ、何もかも老化現象よ。エイジングって言うんだよ。エイジングね、よく聞くわ。老化現象じゃない。そういうことね。エイジング毛っていうのが私たちは、うん、CM で見るわ、うん、新しいお言葉よ、うん、なぜ老化、古い人間だから、うん、不適切にはほどがあるじゃない。見てる、面白いよね。あれ面白い。すごいでしょ。何でも分かんないの。痛んでんじゃないの。でもすごいね。だから余計だよこれ。あ、そう。ビビリーですか。うん。すごい。ドライヤーもかけないからね、私。アドスト。よくわかんないけど。うち、カムちゃんが普段から使ってるやつ。ドライヤーは絹色。なんせ初耳なし、ね、私。全くわかりません。ええ。入ってますか？私にはわかる。はい。なんて実験なんで、はい、はい、うん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 、甘い匂いするよ、うん、さっきのパラの匂いは全くしないけど、これはするよ、すごく。パラは全然少ない量だったから、うんうん、もうちょっと、明るいから良いというか、わかりました、うん、今はね、あるやつで、あるやつから、すごいよね、あるやつ色がいっぱいあるからさ、もったいないじゃん、うん、こういうことですよ、うん、家族は実践台になっちゃうんですね、うんうんうん、こういうツヤツヤの面を見せるのは、うん、アイロン、アイロン、アイロンで、ね、ヘアアイロンで挟んでこう滑らせる、うん、そうするとツヤが、へえ、本当にほら、うん、上手な、うん、そこの特化してる髪質改善だとかね、うん、そういうところはアイロンなしでもこうやって取れるのかなって思うけど、うんうん、私のところはこんな髪質改善とかもやってないし、うんうん、特別何に特化してるとかじゃない、うん、とりあえずベーシックなメニューをさ、うんうん、そのままずっとやってるだけだから、うんうん、で時々新しいことを取り入れるとかね、そうです、このぐらいだから、メンズカット専門とか、うん、そういう特化型じゃないから、うんうん、流行りは特化型なのかな、うんうん、いいんじゃない、街に根付いた美容室だから、あの、なんていうの、街に根付くやついいのあるよね、名前わかんないけどね、うん、そういう、うん、街のパーマ屋さん、うん、が、私は何だか、うん、そういうふうに見えてる、そうなの、セアンド、オケです、オケです何も言わずに、オケです、あ、切れてるのもあるよ、じゃないの、でもそんなに痛みつけてないんだけどな、温度は160度、でもすごい湯気湯気出てるから、乾かしても水分の、うん、半乾き、半乾きじゃないけど 80% とか 90% ぐらいのあれで乾かしてる、10は言ってないよね、うん、言ってない、じりじりも言ってないよ焼けてるじゃん、ね、ちぎれる、うん、ほら、こんな私のうねのうねうねの髪の毛もコテでサラッサラよ、ホテって言っちゃった、あ、ホテじゃないの、なんだっけ、ヘアアイロン、あ、ヘアアイロン、もう昭和の人間はホテってホテはまた別のホテは巻くやつ、うん、あ、そう、うん、昭和の人間ですから、ホ
してるんですよね。アイロンです。OK です。オッケーです。固定固定じゃない。アイロンです。うん、了解です。バカにしてると思う。知らないもん。ね、私も、お、いいなと思って。男の美容師かな、それでも。女の人っていうより、やっぱり、男の人が、結構そういう、YouTube 出してるね。本当に、うねうねが、こんな、まっすぐになります。はい、だから、家庭でね、これ、めんどくさいかもしれないけど、寝る前にして、これでやってて。違うよね。違うよ、起きた時の、もうそのままいけるんじゃないですか。ヘアアイロンね。ヘアストレス全部違うです。ストレートアイロンね。です。です。なんか汚いなこれ。食べかすつ歯磨き粉かしら。ひどい。ツヤです。これ、いいかい？はい。どうしてもあのちょっとね、今回臨時に急遽 やらせてもらったから、色の違いっていうのはちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、でもかなりのツヤがすごい。やっぱアイロン使うことによってね、ツヤが出るのと、あとちょっとトリートメント、久しくしてないらしいから、トリートメントをね、はい、こんな感じでツヤが出ます。この力、やっぱりね、毎日毎日アイロン使うと、またそれはそれでね、熱で、ちょっとダメージになるけど、で、この筋をちょっと表面に入れてあげたっていうだけなんですけど、もうちょっとこう、染まってる既存のヘアカラーが黒目だったら今回やったものが目立つけど、で、まあ、ちょっとね白髪染めのやつをファッションカラー入れちゃってるから分かりづらいっていう部分もあるんだけど、まあ、お客さんの負担と私の負担みたいなそういう、のも減るかなと思います。はいね、時間もかかんないし、匂いもきつくないし。そうですね。で、前髪も本当筋ちょこっと入ってます。いや、私が見えるだけであれなんだけど、こういう動画にしたらちょっと違うかもしれないけど ね。そう、カメラを通すとちょっと変わってくるから、ね。そうそう。だけど、やっぱりこの、なんていうのかな、このツヤ感は、ヘアアイロンによってできる。ヘアアイロンね。髪質改善とかのポスターみたいになってる、完全に。そこだけのモデルになれる。なれるなれる。あとこれちょっと今度、カットしたらいいね。毛先もバラバラなんで。そうそう、いつもしてないからね。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ということでした。はい。今日はカムちゃんにパラパラカラーをやってもらいました。すごいなんかね、これはね、私的には。はい、もうちょっとこう例えばピンクちょこっとなんとなく入れてもいいかなっていうぐらい、本当に細かく筋状にはなってるけど、この放射線状に、こんな感じですね。ピーちゃんはもうハサミわかんないかもしれない、全然わかんないかもしれない、サラサラになったんでそれだけで満足です。、はい、あとは前髪とこれを今度毛先をカットしてもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。OK です。了解です。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。